経歴抜群のスーパーエリートが初入閣、新経済安全保障担当大臣小林孝之さんを占う。はい、私岸田内閣の、ね、目玉です、ね、若手で、抜擢されました、ね、小林孝之さんでございます。もう経歴はもう抜群でございまして、ね、開成中学、開成高校から東京大学、ね、ハーバード大学の留学を経て、ね、財務省に入り、ね、そして今、こういう政治家に転身し大臣にまで、ね、上り詰めた方でございます、ね、まだ46とかですからね、とんでもないキュッとした、人生を送られてますけども、今後の大臣としての仕事の、そうですね、とりあえず今年がまさにこの成果が来てまして、はい、これが、まあ、この本にも出てるんですけど、はい、あの政治家に一番向いてる星なんですよ、ね、あ、今年、いや今年の年がそのあの政は、まあ、出世したっていい、なるほどって思いですね。じゃあもう大臣になるべくしてなった年みたいな。そうですね、はい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 。で彼は本来この53からのこのカノトミっていうのが来るんですけど、はい、本来はここなんです。ほう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 。でも前倒しで来ちゃったんですね。完全に岸田、はい、ほら、総理の思惑通りに、はい、ちょっと若手を抜擢するという。そうですね。ということは53でもう一回あるんですか。それとも前倒ししたからもうないんですか。いや、あのまた来ますね。あ、可能性十分ありますね。なるほどなるほど。このもう何となくその経歴的には、うん、もういわゆるエリートという経歴なんですけど、そういった方って面識的にも出てるんですか、そういうエリートの道。そうですね、これ何とも言えないんですけど、はい、一応 まさにこれ高尊って言って一番たっとい、はい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 、だから生まれた年がこの紀の糸だってすごいいい年なんですよ。すごいですね。もう欠点が見つからないような。そうですね、身長も186ありまして、ね、男前ということで、なんかないとって思ってしまうんですけども、芸人からすると。すごいですね。もう過去見てももうずっと、そうここら辺、まあ財、はい、財が来てますね。なるほどなるほど。仕事運的にはこの53でまだあるんですけども、さらにまあ政治家の方ですから先も長いとは思うんですけど。そうですね、これむしろこの後半の方がもっと良くなります。おお、すごいですね。さらにもっともっと良くなっていくという、じゃあもうね、抜擢された大臣でございますからね、手腕に期待ということです。先生今日もありがとうございました。また明日もご覧ください。また明日。